バーニー・ケッセルは、アメリカ合衆国オクラホマ州出身のジャズギタリスト。1923年、アメリカ合衆国オクラホマ州出身。1945年、ロサンゼルスに今日構え、スタジオミュージシャンとして活動。その間、チャーリー・パーカーの録音に参加するなど次第に、注目を集める。1952年から翌年にかけて、オスカー・ピーターソンコンボに参加する。 1953年から1961年までコンテンポラリーレコードに多数の吹き込みを行い、1970年代以降はハーブ・エリス、チャーリー・バードとグレート・ギターズを結成してレコーディングやツアーで活動した。1992年に脳卒中で倒れてからは健康に恵まれず、2001年に脳腫瘍が発覚するも手術が不可能な状態であった。 2004年サンディエゴで80歳の生涯を閉じる。チャーリー・クリスチャンの流れを組み、流霊なビバップフレーズを縦横無尽に引きこなす。一方、豪報来楽なブルースフィーリングも特徴とする。和音でギターソロを取る、いわゆるブロックコードの第一人者としても著名。独学だが、チャーリー・バーネットやアーティショーなどに認められ、数々のビッグバンドで演奏をしていた。 一般的には20世紀の最も偉大なジャズギタリストの一人であると考えられ、多くの著名なジャズグループのメンバーとしてだけでなく、スタジオ、映画、テレビのレコーディングセッションのために最初に指名される、いわゆるファーストコールのギタリストだった。1966年にはザ・ビーチ・ボーイズのアルバムペット・サウンズのレコーディングに参加している。チャーリー・クリスチャンの影響を大きく受け、 ブルージーではあるが、西海岸を中心に活動していたということもあり、都会的で軽やかで、編曲重視の演奏が多くある。ありがとうございます。